今回は、三部屈指の強敵といえば、に対する読者の反応集について紹介していきます。それでは早速どうぞ。メンタルさえ強ければ。ダービーも強かったけど、丈太郎の方が上手だった印象。全滅一歩手前まで行ったのはでかい。こいつ余計なことをせずに船内にめり込ませてねじ切ったら即全滅できたんだよな。女の子がいたから下心が発動して全滅させられなかったのかもしれない。女の子いた意味あったな。スタープラチナより早いって相当だよな。でもさすがにアヌビス死んのが早いし強いだろ。弟より明らかに強かった。弟はスタンド能力が勝負に活かせる種類だけど、兄は勝負は完全に自力、スタンド能力も自力といえば自力だがでの対決だからな。丈太郎のお前の兄貴ならのセリフは、兄弟で仲良く挑戦してきたら簡単に俺たちを倒せたのになって皮肉だと思ってる。弟なら丈太郎のハッタリに気づけたし、兄なら普通に技術で勝ててたという。丈太郎が兄貴なら見破ってたとか、ダービー兄を認めてるとこが良い。丈太郎はダービーを暴力は使わないが恐ろしい男、大した奴と高く評価しているし、ダービー弟にもお前の兄貴ならこの程度のイカ様難なく見抜いていただろうなとこき下ろした。一方でダービー弟によると、ディオはダービー弟の方を高く評価していたというから、丈太郎との対比になっていて面白い。スタンド能力って魂をコインにするだけだっけ？そう？自分が勝ったら相手の魂に触れてコインにすることができる。何の役にも立たない上に、コレクターでなければその能力自体も何の意味もない。そう、こいつのすごいとこはイカ様とギャンブル、全部自分の実力。ジョセフがしてやられるのは大きい。コインを一気に5枚入れるし、やっぱりどこか狂ってる。あそこドキドキするよね。コイン入れること自体にはイカ様はやってないしな。チョコがあろうがなかろうが関係ないもんな。あれ、ああいうイカ様使うけど、それ以外も普通に強いってのがこいつの魅力なんだろうな。最初に5枚も一気に入れるのはジョセフの言う通り、イカ様関係なしにすごい心臓だし、揺れる水に息を飲む表情もスリルを楽しんでる感がある。アイズオブヘブンでもだいぶ優遇されてた気がするし、結構人気あるよね兄貴は。弟と違ってイカ様は自分自身でやる。店は愚か、視界に入るものすべて手下で揃えて待ち受けてたわけで、敵として有能だったな。腕っぷしは弟の方が強いから。弟ってレースゲームは実力だけで勝ったの？むしろコンピューターゲームで心読めるのが有効に作用するのってそんな多くないよな。直接見なくてもスタンドの目で下教員見れるだろうが、意識集中してないとミスるかもしれんしね。クエイシンは強敵揃いだよな。オインゴボインゴは除く。車上嵐の手際、喫茶店の乗っ取りと短時間での毒物用意と、オインゴは変身能力さっぴいても優秀なのに、かなり大雑把な余地だけで、詳細や落とし穴はぼかし、少しでも違うことしたら重大なペナルティっていう、足引っ張るために生まれたみたいな能力がな。余地自体は何も間違っていないというか、要するに最初から勝てない運命だったということだ。クヌムシンは質量と種族まで自由自在に変身できるってアニメ AD でやってたから、思った以上に凶悪な能力だったってなる。クヌムはエジプト神話において人間を創造した神だから、名前的にはそこまでできてもおかしくはない。オインゴボインゴは余地ない方が良かったかもしれん。ぶっちゃけ俺はオインゴだけだったらワンチャンあったとさえ思ってる。待て、攻撃何もできないぞ。まあ能力全体で見るとハンサムのスタンドのほぼ介護官だしな。ちゃんと勝負の対価として魂をかけることを申告しているあたりが結構フェア。その辺もスタンド能力の発言に影響するんだろうか。てか駆け引きの一部だと思ってそう。魂のこと黙って相当せこいやつって見られたら不利だし。ボルナレフにも一応申告してるんだよね。不意打ちっぽく見えて。このやりとりが好き。かっこいいな。返す返すも駆け引きはジョセフに花を持たせてあげて欲しかったけど、ジョセフの上を行くからダービーの強敵感が揺るぎないんだよな。いいだろうで済ます、ジョセフ好き。ジョセフもこの勝負楽しんでたよな。この辺は度胸あるよな。勝負を急ぐ必要があったからやったけど、絶対成功するわけじゃないしな。ジョセフみたいな強者とギャンブルするのは単純に楽しかっただろうな。すでに冷まし込んでこぼれやすくしておいてのこれは、自分の目に絶対の自信があったんだよね。後出しの様を仕込むのもすごいけど。三部の敵ってガチで強かったのバニラアイスぐらいかな。あとは能力エグいのに間抜けなやつばっかだった。ブールとかかっこいいやん。確かに、でもこいつは結構ガチだったと思う。覚悟が違う。ブールも強かったような。ブール死に際までかっこいいのいいよね。まあ三部で一番の強敵といえばアイスと鳥か。鳥はゲームでも強すぎる。猫操るのがすげえよ。自分の猫とはいえどうやって操ったんだろう。ダービー本人が合図を出す必要すらないしな。描写されてないだけでどっちからクエと合図を送ったんじゃね。
猫はこんなに聞き分け良くないだろって言いたいのかは知らないけど、ゲームだと 5% で裏切るのが好き。相手が仕掛けてきたゲームで即席でイカ様を思いついて実行できるのはすごいと思う。ジョセフとの勝負は本当に公正だよな。イカ様自体はどちらも前提としてあったわけだし。ジョセフはここがすごいんだけど、さすがに本場のギャンブラーに付け焼き刃は通用しませんでしたって話ではあるんだよな。確かにジョセフにしては名前わざと間違える揺さぶりでしか手玉に取れてないという。ダービーはわざと怒ったふりして席を立つ不自然さを払拭したんじゃね。怖えなダービー兄。あと茶化も強かった。むしろ床屋のおっさんが強かった。でも最後結構間抜けだったからな。さらに再戦したら城太郎でも負けたからね、時止めはあれば別だが、ちょっと強引に退場されられた感じ。ラバーソウルもギャグっぽいが強かったろ。デス13もなかなか。ぶっちゃけ、ディオってテンパランスに勝てないよね。アブブルや花鏡院みたいな飛び道具ないし。吸血鬼の怪力があればそこら辺のものを投げつけて生き埋めにできる。テンパランスどこまで強かったか記憶が曖昧だけど、気化冷凍法やスティンギーアイズで対抗できないかしら。ラバーズは射程数百キロがインチキすぎる。一行をかなり追い詰めたザさんも思い出してあげてください。やられ方があんまりにあれだから残念だが、全員を相手取って最後以外超優勢で進めたからな。最後あれだけど、さんとかカモフラージュがもっとガチだったらヤバかったろうな。あの弱点が可愛い。十数秒影に触れさせるだけで退治に戻す能力とかヤバくね。これに関してはディオに使ってもダメだっただろうな。アレッシーは子供に戻した城太郎が不良だったっていう過去改変して買ったのが気の毒だったな。兄貴には弟に通じないハッタリで勝って、弟には兄貴には通じないイカ様で勝つ。兄弟がコンビで来てたら 100% 城太郎勝てなかったんだよな。まああの兄弟が協力して敵と戦うイメージはないな。イカ様とはいえ純粋にギャンブルの馬鹿試合のスリルを楽しんでる兄と敵の心を読むチートの弟じゃ水と油。ディオ様のために戦いに来たのではない。ギャンブラーだから来たのだっていうだけのことはある。三部的キャラで一番好きだわダービー兄。ダービー兄は客全員イカ様のプロで揃えて、しかもそいつらが絶対にしくじらないし裏切らないと確信できるだけの人間力があるのがすごい。普通そこまでできない。そもそもあの店にジョースター一行が来るという保証もない。敵の城太郎にすら評価されるし、ダービーの人望は厚そう。霧で街を一つ作り出す縁やババアもやばい。ババアをディープキスで気絶させる城太郎もやばいよ。ボルナレフがあの霧骸骨に見えねえかとかのんきに言ってたけど、その時点でスタンドなことを疑えと思う。正直ディオに勝てるんじゃねってやつがちらほらいたりする。ボインゴウインゴも城太郎いなかったら終わってたね。ボルナレフに普段から特技披露してた受けたまわりの可愛さが功を奏したな。鋼入りの弾とかいう暗殺に徹していれば絶対に負けないスタンド。エンヤババアが正体バラしちゃったから。三部の城太郎は無敗みたいに言われてるけど、デス13は負けカウントでいいと思う。あれは初見殺しすぎる。一番体験してた花鏡院でやっと勝てたレベルだし。初見殺し特化だからな。現実世界に干渉する手段がないのが大きすぎるデメリット。しかも射程だから標的に近づかないといけない。一番の敗因はわざわざサソリを殺して花鏡院に見られたことだ。サソリは基本的に動かないものは襲わないから、じっとしていればよかった。三部は初見殺しのスタンドが多い。三部は純粋に強いやつ多かった。シンプルなやつほど強い。